どうもアリスキテルです。今回もセイントセイヤレジェンドオブジャスティスの方やっていきたいと思います。で、今回はストーリーの方いきたいと思います。13-16、巨階級でしたっけの13-16の方で、敵の方なんですけど、オールゴールドセイントということで、かなりここ強いですね、敵が。で、とりあえず、2日負けたんで、2日負けたっていうか、2日キャンプ張ったんで、20% 低下してます。そろそろクリア目指していきたいと思います。で、編成の方。で、フレンドさんからアルゴルですね、を借りていきたいと思います。で、編成はこんな感じですね。縦役に、ミスティとアステリオン。アステリオンだっけ？で、開幕速度を上げるためにシリウス。で、状態異常ですよね。状態異常の、凍結のカミュと、フレンドさんからお借りしている、石化を与えるアルゴル。これでいきたいと思います。じゃあ、それでは、で、土が3と、風が2なんで、フォーメーションボーナスは、攻撃力と HP が 15% 上昇してる感じですね。じゃあそれでは行ってみたいと思います。何戦行くか分かんないです。何十戦行くか分かんないです。レッツラゴー。とにかく状態異常がうまい具合に入っていってくれればなんとかなりそうな気がしてる。あっと、シリウスを伝えたか。シリウスもめまいを持ってるんで、状態異常持ってるんで、できれば落とされたくないんだけど、あー、ボロボロですね。負けるときはあっさり負けますね。というか、敵に奥義を打たれるとほぼほぼ負ける感じがありますね。あ、シリウス落とされちゃったか。これは厳しいかな。ギャラクシアンエクスプロージョンかなんかが来てる。みんな空飛ぶよね、なんかゴールドセイントって。アシリウスが速攻で、ああ、もう、隕石が。レッツラゴー。あ、いい感じでちょっと状態上入ってるような気がする。石化。そして凍結だ、凍結。凍結を決めるんだ、凍結を。凍結を決めるんだ。いや、いいんじゃないか、これ。なかなかいいぞ。あ、いい、めまい入って。ちょっと待って、ここ耐えてほしい。あ、石化めっちゃ入ってる。ちょっとチャンスだ、チャンス。チャンスが早々と訪れたぞ。凍結だ、凍結だ、ここ凍結だ。凍結決めるんだ。あっと、凍結決める前にやられたか。ちょっと待って、これ。あー、ちょっと待って。いや、なんか、かなり前線したじゃないか。前線してた今。相当前線してたぞ。いけそうな気配ありましたね、今。ちょっとこの編成いけそうじゃないか。あ、今回もなかなかいい感じで、シールド張って凍結だ。シールド張って凍結だ。シリウス落とされる前に、凍結して、オッケー、めまいも入れてもらって、ちょっとここだな。ここの、ここで、なんとか状態異常入れつつ、落としたい。ちょっと、石化。ちょっとこれ、ギャラクシアエクスプロージョン来たか。ちょっとシールドで耐えて。これシールドで耐えて、あー、耐えれない。ちょっと待って。うわー、惜しい。いや、結構惜しいな。結構惜しい。いけそうな気がする。いけそうな気がするぞ。いや、ここ、詰まってる方結構多いと思うんですよね。ちょっと開拓したい、これで。この編成で開拓したい。タイミングよく、凍結やら、めまいやら、石化やら決めてってほしい。シールド張りたい、シールド張りたい、ここシールド張りたい。シールド張って、あーっと、神を釣れたか。もう敵に必殺技、奥義を打たれると負けますね。さあ、もう何戦目かな ?10 戦目ぐらい来たかなこれ。あっと、シリウス落とされた。シリウス落とされたらあれかな、ちょっと、とりあえず様子見るか。石化、ああ、ボロボロだったわ。果たしてクリアできるのか、今日、もう一日キャンプするのか、どうだ、どうなる。石化決めて、ちょっとここで一体倒しておきたいんだよな。何かしら一体倒してほしい。天部降臨。強すぎだろ、おい。
あ、これはやばいんじゃないか。なんかスキル打たれてるか。シールド、あー間に合わない、全然間に合わない。めちゃくちゃ強え。いや、これボスより強いんじゃないか、これ。これ道中でしょ、道中。ちょっと待って、まだ13の20のボスに会ってないんだけど、その手前がめっちゃ強いんだけど、どうなってんの、これ。ゲームバランスよ、ちょっと。普通こういうのってボスが強いんでしょ、道中とかあっさり抜けていくもんじゃないの、ちょっと。凍結決めて。いや、一体落とせれば、これワンチャンじゃないか、一体落として、一体落として。いや、いいぞ、石化、うまいタイミングで石化決まった。ちょっとアステに落として、ちょっと落とすんだ。凍結だ、凍結、凍結を決めろ。あー、凍結を決める前に。ちょっと待って、まだまだまだ可能性あるか。いやー、でも敵3体来てる。石化、そしてアステリオン、これ落とせ、落とせ、落とせ、落とせ。ちょっと待って、これいけそうじゃねえか。ちょっとシールド貼って、シールド貼って。ちょっとこれ耐えて、耐えて、耐えて、耐えて。いけるいけるいけるぞいけるぞ、オッケーいけた、よっしー、ちょっと待って、いけそうぞ。うーわ、いけたわ。うーわー、いけたぞ。いや、この編成でいけましたね。ミスティ、アステリオン、カミュー、シリウス、アルゴルの編成で。いやー、フレンドさん、アルゴル、借りたんで助かりましたね。アルゴル強いな。というわけで、改めて使った編成の方をお伝えしたいと思います。縦役に、レベル180ですね。アステリオンとミスティ。で、開幕速度を上げるためにシリウス。で、凍結の状態上を与えるカミュー。そして、フレンドさんからお借りしたアルゴルですね。とにかくなんでしょう。相手に必須、奥義ですね。を打たれるとやられちゃうんで、奥義を打たれないように、状態異常をガンガン決めていくという感じですね。凍結と、ノックダウンだっけ？と、めまいと、石化ですね。という感じで、いい感じでハマれば、勝てますね、なんとか。で、アタッカーはもうほぼ、あれ、アステリオンって感じでしたね。うん。というわけで、苦労されている方いたら、この編成も試してみてください。というわけで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。